チャールズ・アンドリー・クリストファーソンはアメリカ合衆国の政治家、弁護士。所属政党は共和党。宗教は改修派協会。サウスダコタ州下院議長を務め、1919年から1933年まで7期14年間にわたって連邦下院議員を務めた。クリストファーソンはミネソタ州フィルモアグニアマーストで生まれた。 地畜の都市クリストファーソンは14歳の時に故郷ノルウェーからアメリカに渡ってきたノルウェー系アメリカ人であり母のジュリアンもノルウェー出身であるクリストファーソンはサウスダコタ州スーフールズに移り同地の商業学校と市販学校に通った卒業後は法律事務所で働きながら法律を学び1893年に弁護士資格を取得した 1897年11月30日には、アイオワ州、シーダーフォールズ出身のアビーエムでヨエと結婚し、二人の子供を設けている。弁護士資格取得後は、スーホールズのジョーカービー法律事務所で働き、地元サウスダコタ州の問題に積極的に取り組んだ。1908年から1918年まで、スーホールズ教育委員会の委員を務め、 1911年から1915年までは同委員会委員長を務めていたほか、1912年にはユニオンセービングアソシエーションの理事長を務めた。さらに1912年にサウスダコタ州会議員に選出され、1915年には州会議長も務めた。クリストファーソンは1918年連邦会議員選挙に出馬し、当選。 7期連続で再選されたが、1932年選挙で民主党のフレッド・ヒルデ・ブラントに敗れた。1934年にも会議員選挙に出馬したが、ヒルデ・ブラントに再び敗れて落選した。その後、クリストファーソンはスー・ホールズに戻って弁護士としての活動を再開させ、1951年に亡くなった。サウス・ダコタ州。 峰母軍のウッドローン墓地に埋葬された。ありがとうございます。